んにちは、ジェニーです。前回は香港ディズニー Vlog をお届けしました。今回は成田から香港までの Vlog です。成田空港に到着。香港の航空会社キャセイパシフィックを利用します。チェックインカウンターのオープンは出発3時間前でした。オープンまで空港を散歩します。10分前にカウンターへ来たら、なんと大行列。キャセイはワンワールドに加盟しているので、JGC を持っていたらビジネスクラスのカウンターを使えます。チェックインを終えて出国します。JGC を持っている方やビジネスクラス以上の利用者はこちらのファストトラックを利用することができます。待ち時間が短縮されました。出国審査を終えて、まずは JAL の桜ラウンジに来ました。成田の桜ラウンジ大好きです。楽しみにしていたラウンジに向かいます。桜ラウンジは2フロアで、3階は主に食事用のスペースです。席数がとても多く、開放感のあるラウンジです。お腹が空いているので、3階のザ・ダイニングに向かいます。3階に来ました。食事メインの場所なので、カウンター式の席が多いです。カウンターで料理を注文します。パンもとても美味しそう。スパークリングワインのディスプレイが素敵でした。お酒を自動で注いでくれる機械もありました。大好きな JAL 特製オリジナルビーフカレーをいただきます。 JAL のカレーは本当に美味しいので、ぜひ試してみてください。和定食もとても美味しそうでした。出国前の和食は最高ですね。素敵な空間で美味しいカレーをいただきます。美味しいカレーを食べることができて幸せです。桜ラウンジを満喫した後は、 JGC で使えるもう一つのラウンジに向かいます。キャセイパシフィック航空のラウンジに来ました。のラウンジはレベルが高いことで有名です。羽田空港にもあるので、ぜひ行ってみてください。 IT ゾーンやシャワールームもあります。こちらが IT ゾーン。仕事や勉強がはかどりそうです。ラウンジ内にはいろいろな形の椅子がありました。スペースがとても広く、優雅な気分になりました。ラウンジの内装には木が多く使われていて、落ち着くデザインでした。食事とドリンクを取りに行きます。いなり寿司やフルーツ、サラダやハム、チーズ、味噌汁やかぼちゃスープ、パンもとても美味しそう。デザートにケーキもいただくことができます。お酒の種類だけではなく、ソフトドリンクの種類もとても多かったです。私は大好きなビールにしました。この機会が本当にお家に欲しいです。焼きうどんとお肉、チキンカレーをいただきます。この焼きうどんが美味しすぎました。キャセイのラウンジ大満喫しました。搭乗口に向かいます。
免税店は多くのお客さんでにぎわっていました。搭乗口が少し離れたところにありました。搭乗口に到着。初めての香港にとてもワクワクしています。今日乗る飛行機です。空がとても綺麗でした。搭乗します。14時に日本を出て夜に香港に着く予定です。機内に入りました。イメージカラーはキャセイパシフィックグリーンと言われているようです。無事時間通りに離陸。機内はなんと満席。日本の方よりも香港の方が多かった印象です。ドリンクサービスをいただきました。コーラと一緒にスナックをいただきます。そしてお待ちかねの機内食。メインは牛肉の炒め物のような和食でした。サラダとフルーツ、パンまでありました。とても美味しくて豪華な機内食でした。そしてキャセイといえば、機内食にハーゲンダッツが出てきます。機内食をいただいた後、機内は消灯しました。東京から香港までは約5時間。機内でゲームをしていたらあっという間に空港に到着。香港国際空港はとても広く綺麗で、世界最高水準の空港の一つと言われています。入国審査は20分ほど待ちましたが、無事入国することができました。まずは両替をします。街中で両替する方がレートはいいようですが、タクシーや香港版スイカに現金が必要なようです。両替完了。変わった形のコインがありました。空港内には飲食店がたくさんありました。待ち合わせにも役に立ちそうです。エアポートエクスプレスのチケットを買います。エアポートエクスプレスで市内の香港駅まで約24分で着きます。とても近いです。2人分で約3400円。チケットカウンターでオクトパスカードも発行しました。デポジットは約1000円でした。駅に到着。今回のホテルに向かいます。次回の Vlog はコンラッド香港宿泊記。クリスマスの時期なのでデコレーションがとても綺麗でした。ルームツアーやエグゼクティブラウンジの様子、豪華なモーニングを紹介します。登録と高評価ボタンよろしくお願いします。